海と日本。夏の海にはスイカがよく似合いますよね。実はスイカには熱中症予防の効果があるってご存知ですか？海のレジャーの最中に脱水に気づかず熱中症で搬送される人が増えています。海辺の熱中症予防として注目を浴びているのが夏の海の風物詩ともいえるスイカ。スイカは水分が 90% 以上と非常に豊富、さらに糖分やミネラルも含まれるので栄養補給にも優れ、微量の塩を加えるとスポーツドリンクと同じ効果が期待できるそうなんです。そこで海の熱中症対策としてスイカを食べて給水化というイベントが海と日本プロジェクトの一環として全国31カ所で行われているんです。どうぞ食べていってください。この給水化ステーションはスイカの日である7月27日に全国一斉に行われました。香川県では小豆島のエンジェルロード海の家が舞台。海辺で遊ぶ親子連れや県外から訪れた観光客に1000食のスイカが配られました。給スイカです。はい、はい、どうぞ。熱中症予防にいいですから。じゃあ汗いっぱいかいたんでいただきます。どうぞ。うん、おいしい。ありがとうございます。まあ、風景もいいですし、まあ、小豆島のエンジェルロードもゆっくり時間流れますんでね、十分水分取っていただいて健康に気をつけていただいてですね、いい思い出を作って帰っていただきたいですね。海辺の熱中症予防のために皆さんも給水化試してみませんか？